モンスター・チルドレントは学校や教員に対して狡猾に反抗する子供を指す和製英語である。モンスター・ペアレントからの派生語。日本のみならずドイツでも問題行動を持つ子供が増加しており、学級崩壊の引き金となることが話題となり、ミハエル・ビンターホフが著書で問題定義している。基本的に自己中心で学校や教員を含む大人が何をされたら困るのか 見透かした上での行為が多い。例えば、原因としては、親が学校や教員に敬意を持っていないことを知ってしまっている場合が多く、ザックザックの社会面2008年9月29日版では、このようなとんでも児童らは、周囲の大人が強く出られないことを見切った上で、権利を主張しており、まさに、言いたい放題やりたい放題。しかも、その親も、モンスターであることが多く、 モンスターペアレントとは切っても切れない関係としている。また、2008年8月31日付の J、キャストニュースでは、石川子ども交流センターの企画交流課長のこととして、子どもの行動を見ていても、親御さんは何も言わない。それに、自分の思い通りにならないと、とんでもない規制を出す子どもも増えてきたと打ち明けた様子を記載するなどしている。前述の J、 キャストニュースでは続けて、高学歴な親が増えたことも影響し、教師をバカにしたり、教師を初めから信じなかったりする。昔は、子供が、教師の悪口を言った場合など、親は逆に子供を叱ったものだが、今は、親が、子供の言うことを鵜呑みにし、子供と一緒に教師を悪者にし、学校に怒鳴り込んでくる場合もある。そうしたことに、 子供が敏感に反応するとする談話を掲載している。なおモンスター・チルドレンは、モンスター・ペアレンともども家庭教育の歪みの中から生じているとの指摘は以前よりなされている。モンスター・チルドレンは、必ずしも在校生ばかりとは限らず、卒業後に見られるケースも多く、中には卒業後に復讐や仕返しと称して担任であった教師を殺傷する事件も発生している。 臨床心理学の専門家である、長谷川博和は、2008年7月29日に、愛知県治立市の中学校で発生した、卒業生の少年が、元教諭を刃物で刺して、重傷を負わせるというお礼参りの事件に関連し、客観的に見れば、大きくない過去のことについて、これだけ被害を受けたと攻撃する、モンスター・チルドレンが、最近は増えていると語っている。ありがとうございます。